拡散し始めたわね。影に隠れて動き出そうとしてる陰謀の気配が。どうやら今回私は1位にはなれないみたいね。大当たりね。ラットさんのおかげだわ。今度の実験ではきちんと可愛がってあげなくちゃ。エリシアの記憶空間利用しないともったいないでしょ。私と同じような人も行動を始めたようね。あら、今の気配あなただったの。こそこそして何を探してるのかしら、戦後。あなたってば、挨拶の仕方が独特よね、戦後。こそこそ俺の後をついてきて、お前は死にたいのか。あら、昔話よ。あなたの故郷の話をしたいだけかもしれないでしょ。いいだろう。死に急ぐお前に付き合ってやる。メビウス、お前を灰にして鱗一つ残さないようにしてやる。はあ、だから嫌いなのよ。暴力しか使わないなんて小動物と何の違いがあるというの。前回お前を殺した時の感触、俺はまだ覚えてるぞ。もう一度体験したいのか。ああ前回、あんなの実験の一部に過ぎないわ。まさか私があなたのお遊びに付き合えるほど暇だってそう思ってないでしょうね。それとも私たちでさえ初めて見たこのとこしえの楽園で何か思いついたの、戦後。それはお前だ、メビウス。一日中こそこそして、いえ、お前は何がしたいんだ。あら、ちゃんと観察できてたのね。どうやらあなたはバカよりは少し賢いようね。俺の目と耳が腐ってると思ってるのか。お前が数万年かけて用意した計画があの律者のせいで台無しになったことを知らない奴がいるとでも。お前が哀れにも地べたを張って屈辱で泣きながら見苦しい失敗を迎えたことを知らない奴がいると思ってるのか。この目で見ることができなかったのは実に残念だ。だが俺にはわかる。お前は教訓など得ない。ただの一度も闇に隠れて時期を待つ、
それが蛇のお箱だ。そうだろ。驚いたわ。あなたの頭はただのお飾りだってずっとそう思ってた。あなたも首の上にある器官を使って考えることができるのね。じゃあどうしてあの石と共に落ちた時は何もかも忘れてしまったの？ねえ、怒った？あら、焦ってる焦ってる。何？文明人のふりをやめたの？私の口を封じたくなった？自信満々だな、メビウス。焦り、そしてそういうふりとやらをやめたやつとは一体どいつだ。そんな幼稚な挑発をしてお前は俺に誰を殺させたいんだ。俺の目と耳はちゃんと機能してる。ましてや俺はバカではない。この楽園はお前の復讐の舞台にされたに過ぎない。今お前はようやく仲良しのふりをやめ、思い切り汚い手段を。だが千号はお前に利用されることはない。とはいえお前が失敗した後の集体を見るのはいい暇つぶしになりそうだ。仲良し？あなたって本当に変な誤解をしてるわね、千号。私たちは最初から仲間じゃない。仲良しのふりをする必要があるのは誰だと思う？十三英傑。そんなもの本当に存在してるの？私たちは最初からこんなにバラバラなのにね。ヘビが